それは。おい、リスナー諸君、本当にこれでつきますか？これでつく？弓切り式でつくつかない、どっち？あー、この田舎の夕方の匂いがするこれすごくないですか、これ上ね、めっちゃ狙われてる俺ら。やば、見えますかね。あ、俺の火が消えている。あ、やばいなこれ、まずい、マジで。今日一日の成果はこれなのかな。いや、まだ火があるよ。ファイヤー、ファイヤー。気力なかったらでも寝るとかになっちゃう。ファイヤー、マジか。いけっか。いや、いけ、やるしかねえ。いけっかとかじゃなくて、よし、気合いだ。これさ、本当につくの、これは一体。これ、つかんくね？ほんとに現実こんなもんっていうのが分かってよかったわよし、でも、あった、手袋あった。ちょっと待って、それは、おい、俺が丹精込めて作った火を、この目の前で火焚かれてんのも結構効く。あ、効く。うん、蚊取り線香いる？蚊取り線香はまあ近く置いといてもらえたらくらい。これをこれで、本当にさ、これでつくの？まず、リスナー諸君、本当にこれでつきますか？これでつく？弓切り式でつくつかない、どっち？これ木が悪い、もしかして。この、あ、その、でも用意してもらった木だよ。だってこれじゃなかったらもっと時間かかるから、せめてこれでやってくださいって言って用意してもらった木。ワンチャンない？このバーンって噛んだ瞬間爆発が起こって。うわー、だって火起こしの方法を聞いて、うん、一回プロ呼んでみる。うん、正解を聞きたい、まず。ああ、ちょっと、だってそれを聞いた、いや、でもちょっと、いや、悩むな。それ呼ぶことはできるよ。悩むな。火起こし達人を断ってるからね、我々は一旦。うん、もうこれでやるしかないか。いや、頑張ろう、火起こし。とりあえずこれを、うん、いきます。火起こし、火起こし侍いきます。これはね、今から1日20時間やり続けてもつく自信がない。ちょっとご連絡を。いや、てか普通に聞いてくる、もうとことこ。いや、一旦多分やり方だけ聞きたい。うん、
結果でもつくかどうか分かんないしね。いやそう、てかそう、てかそれは分かってる、うん、やり方を教えてもらったところで、うん、そっからつくに時間がかかるから3つ結んだのが切れた時点で無理、心が折れた、うん、無理。お、来た。あー、やり方を教えてもらう、プロフェッショナル、ちょっと教えてください、やり方を。分かんなかったですか？無理っす。火起こしには3つの原則があって、はいはいはい、摩擦が熱で、で、ここを空気で、で、あと燃えるものです。じゃあこれを突っ込む。いや、これは後です。後なんですね。はい、後です。終わります。終わります。ここは正直パワープレイになるんですよ。これ言うと、はい、もう一回ないいですか。はい、ここ丸くなって焦げてる状態って、はいはいはい、摩擦どれだけ摩擦しても変わんないんですよ。なんでここ丸くなってる状態をもう元に戻してもらって、それはちょっとずっと焦げたままで擦って出すわ。そうなんで木くずも出なかったでしょ。出なかったっす、出なかったっす。だからなんか全然見たのと違えなって思って、こっちが落っこっていくのかなって思って。まあ、でもさっきの弓切りしてたじゃないですか、はいはいはい、弓切りめちゃめちゃいいです。でも焦げてから無理だろうなっていう、プラスあと上の押さえを、はいはいはい、要はガッと押さえた状態で回さないと摩擦が起こらないんで、はいはいはい、ギュッと押し込んで、これで上から押し込んでやってていいですか？あ、OK です。全然大丈夫です。上が押さえてれば大丈夫です。ただ、あとブルーシート。これ絶対焦げて溶けちゃうんで。燃えるっすか？せっかく木くず溜まって火種できても、貫通して中に落ちたりとかすぐ消えるんで。OK です。例えばこの台。OK です。の上に置いて、木くずを溜めて、それを使います。了解です。OK です。で、ここを多分最初煙で出すんですよ、はいはいはい、で煙で出すんですけど、それで満足すると全てが終わります。 OK です。なんでこの間に落ちた火種から煙が上がるまでずっとやってください。 OK です OK です OK です。でも結局はパワープレイってことっすよね。そうです。もう腕パンパンになりますよ。頑張ってください。あざっすパワープレイか。